ワイプが来ましたので、また一からね、サバイバルの方を始めていきたいと思います。見た感じ、なんか拠点ちらほらあるけど、あそこの拠点風化してる？で、人が死んでますね。なんかアイテムありそうだったら行きたいんだけど、なさそうだな。チェストがない。で、また寝てるね。これ上登れるように建築してくれてる？建築使わなくても登れないか。ありがてえ。え？傾斜すぎない？ちょっと待って、上行かせる気ないんだけど。なんだこのサーバー。ぐるっと回って上に行くか。でかい拠点が出てきましたね。一応ワイプが来てから2日後なんすけど、まあ、だいぶ成長してる拠点はあるね。そしてまあアップデートもね同時に入ったんで、レシピもない状態になってます。でアップデートで何が変わったかっていうのいまいち分かってないんで、まあ、サバイバル進むにつれて見ていきたいと思います。あ、一つ分かってるわ。なんかね、セーフゾーンで受けられるミッションがなんか変わったみたいなのを聞いた気がする。けどそれ以外は、なんか狙ってる。もうやめてくれよ。槍を投げてこようとしてるな。うわー、なんか槍2本ぐらい持ってるあいつ。あ、どっか行った。そうで、前哨基地で受けられるミッションが増えたっぽいから、前哨基地向かいたいと思います。まあでも今回のアップデートででかい変更点はないはずなんだよな。なんか新しい施設ができたりとか武器追加されたりとかはないはず。そしてセーフゾーンに行く前にちょっと資材を集めてから行きたい。木も叩いていこう。よし。石の手斧と石のつるはし作りたかったけど作れねえ。木材足んないな。これで作れるかな。この辺から雪原入ってくんで、その前に朝を30取ろう。全然朝が生えてないっすね。キノコを取りまくるか。まあ、寝袋は後にして前哨基地向かいましょう。白石も取っていきましょう。前のシーズンで砂漠に住んでたから雪原来るの久しぶりだな。寒さが相変わらずやばいけど。やばい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 。あそこアクティブだ。ガレージとは閉まったな。ずっと道沿い走ってるんだけど、ドラム缶が湧いてないっすね。叩きながら前哨基地向かいたいんだけど。やっとだ。ガソリンスタンドが左手にあるんだけど、もうちょっと後で行くか。なんとなくだけど箱も湧いてなさそうだし。よし。けどここのドラム缶は割る。よし、前哨基地到着。お、バックパックがある。これギリセーフゾーン外じゃない？あー、取られてるか。あんまり荒れてる感じはないかな。
結構平和そうだけど、二人も分解してるやついる。自分も少しだけ相手も分解していこう。すげえ銃声してんな。怖いわ。白石を木材に変えましょう。工具棚と建築計画ハンマー。寝袋、キーロック。で、扉クラフト。ドイツに話しかければよかったんだっけな。あれ？こいつ？いや、違うな。あれ？気のせいか。ミッションの人、増えてるわけではなさそうっすね。普通に嘘言ってたわ。なんで俺全焼基地来たかわかんねえ。こいつじゃないもんな。すいません、冒頭のやつ嘘です。訂正。変わってないっぽいわ。どうしような、今回はあえて、雪原側に拠点を建てようかな。うわ、あいつ絶対ついてくる。やば、追いかけてきてる。セーフゾーンから出るタイミング狙われるかなと思ったけど引き返してったな。ささっと拠点を立てたいんだけどどうしような。この辺に立てようかな。最悪。うわ、絶対狙ってた。マジで気持ち悪いな、あいつ。いや、まあでも俺も戻ったと思って油断してたな。やってることガチで決め。ん？死んでる。結局全焼基地変わってなかったっぽいんで、プラン変更して、バンディットキャンプ付近に住もうかな。さっきのこと思い出しただけで腹立ってきたわ。また一から資材集めしていきます。木材3000ぐらい集めたいな。ここちょっと見晴らし良すぎる。この辺の方がたげられなさそう。倒しちゃった。うぜえ。終わった。終わったよ。あ？逃げ切った。大丈夫大丈夫。あ、待って、キノコちょうだい。お前は倒さない。原人仲間だ、俺たちは。撃たれたの俺じゃない。この辺結構人いるな。逃げろ逃げろ逃げろ。やべえ、狩りしてるあいつら。オッケーオッケー、どっか行った。怖っ。バンディットキャンプ見えてきましたね。この近辺に建てるか。その奥で拠点建てたいのに。クマが邪魔すぎる。なんで2体もいるの？で、タゲられたし。ちょ、マジでやめて。頼む。やめてくれ。なんなん？なんか俺悪いことしましたか？この辺に立てていこうかな。よし。
あ、やらかした。工具棚ちょっと奥の手前すぎた。どっかのタイミングで置き直ししなきゃだな。うわ、てか拠点立てた位置悪いかも。増築できない。うわうわうわ、なんかいる。え、なんであいつ俺のことスルーしたんだろう。ギリいけんのかこれ。ギリいけそう。あ、クマ倒した。あいつやるな。よし、戻ってきやがった。もうちょっと資材集めたいところではあるんだけど、扉を金属にしたいんでドラム缶割って部品を取ろうか。ん？何の音？え？何の音なのこれ？すごいバズーカみたいな音してんだけど。ダブルバレルショットガンの銃声変わったんだ、多分。分解していきましょう。あんまり取れなかった。よし。板金の扉クラフト。無事帰宅。扉を付け替える。よし。そして寝袋も適当に設置しよう。朝が来るの待つか。夜が明けて朝が来ました。夜の間にとりあえずかまどは作ったんだけど、まあ、まだアイテム潤ってるわけじゃないんで、もうちょっと資材集めようかな。さっき豚の足音してたから豚狩るか。あれ、どっか行っちゃった？足音しなくなったの？火炎放射器あったらこういう木の扉の拠点とか燃やせるんだけど。ああ、狼狩るのありだな。避けられた。やばい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 。また狼の足音してるな。また枯れってことか。逃げてった。豚も枯るか。序盤はマジで布が欲しいんで裁縫道具も分解しよう。よし、無事帰宅。かまどで金属片焼き上がったので、板金の両開きクラフト。寝袋取り外して両開きの扉つけようかな。そしてレベル1ベンチもクラフト。扉をつけてかまども置く。レベル1ベンチも設置。よし。ということでかまども2つ置けたし、
レベル1ベンチも置けたんで、だいぶ軌道に乗せることはできましたね。まあまだレシピが全然ない状態なので、いろんなアイテムを取りつつ成長していけたらなと思います。